日本仕様という形で消音器を入れた状態でしっかりと試験を通してきました。色黒のタイプとあとシルバーメタリックのタイプと2種類があります。総代理店である当社が販売する形になりました。はい、お世話になります。トライジャーのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日はFXTRS 2019年と2020年に、販売されています。来年にこの車両が販売されるかどうかはちょっとまだ分かりませんが、純正のハーレーで、スイングアームね、後ろのスイングアームがまず変わって240のワイドタイヤになり、でフロントを倒立フォークに変えて、ボディーワークもこう特殊な形のバイクが出てます。これ用に、磁気ランドハイドマフラーが、デーモンマフラーという、車検対応の、ね、マフラーをユーロ4か対応のマフラーを出してきたので、総代理店である当社が、販売する形になりました。で、ただこのユーロ4でねは通ってるといっても、日本のやはり検査を通してみると、ちょっと音の方が、難しいので、日本仕様という形で、消音器を入れた状態で、しっかりと試験を通してきました。それでも元々のこの車両に関するね、近接騒音値の値が99デシベルと高いため、5デシベルの個体差を考えると104デシベルまで、まあ結構いい音するんですよね。まあ普通では考えられないですよね。その形で製作してます。こういった車両、かっこいいねこれバイクね。FXDR は本当に、DRS かは本当にいいバイクです。もう完成してるバイクなんで、皆さんこのバイクをこう購入っていうかな、このバイクを逆に形ができすぎて、選択する方は少ないかもしれないんですけども、逆にこれからねユーロカスタムとか、タンクをストレッチしたり、フェンダーを作ったり、まあいろんなこうカスタムをするには、ある意味 FXDRS が一番カスタムベースとしてはかっこいいものになると思います。この車種用に作られたこのアルミのスイングアームは、とてもよくできてますね。実際これをバラして、ポリッシュとかをかけるともうツルツルになりますしね。カスタムをこう出来上がったものであるって見てしまうとあれなんですけども、カスタムをこう広げようと思えば、この車両は僕はベース車両としてはむちゃくちゃいいバイクだと思ってますね。で、先に戻って、一応磁気ランドハイドの方が、この2 in 1、FXDRS は日本でいうところの 2BL-STK 型式がね、で原動機型式が K という車両になるんですけども、ハーレーの申請書現表の変更登録が出されていまして、2 in 2であるものを2 in 1で、液配側に触媒が、純正触媒が入った形で申請されています。でその純正の触媒もやはりものすごくいい触媒が入っていて、で、その近接騒音のこの99デシベルまでっていうのが可能になったんでしょう。とてもいい触媒が入ってますね。これに対して、後ろのこうマフラー部分をエキゾースト部分というかなをデザインしたものです。で、カーボンエンドチップがついてて、あとはオールステンレスで作られてますね。で時々ね、まあちょっと全然違うんですけど、この
所見表の、まあ、だから DBLSTK の、まあ、このマフラーをブレイクアウトに持っていったら車検が対応できるのかっていうことをよくこう聞かれたりするんですけど、あのこの液灰をそのまま使ってで、この形のその JMCA モデルのマフラーがついてで純正の O2 センサーがちゃんと同じ位置について、形をすれば、車検は通ると思います。一応、まあ、逆のパターンとかね、一本出しのこの部分に対して、液灰を純正の液灰を同じ型式の部分に、違う型式のを持っていって、陸運局で取り合わせたところ基本的に O2 センサーが同じ位置であって、極端に、構造が変更しないもの、極端にこう長かったり短かったり、極端な、竹槍みたいになってたりねそんなんじゃなくてなってて、でなおかつ、ガスの VIA の試験であったり、近接騒音と加速騒音のちゃんと試験それぞれにあったねものがちゃんとできれば、まあ後ろ変えるんで必ずガス検はいるんですけどもね、があれば別に車検は、通るということを僕は認識として、確認は取ってます。ですからまあこの今のこの FXTR でも、液灰をちゃんと純正のね、違うブレイクアウトの液灰とかに変えられて、でガス検がちゃんと通った、JMCA の認定のマフラーを持っていけば車検は通るということは、ですね、そういうことですね。でしょ、そうしたらほらこのバイクっていうのが FXTRS がカスタムベース車両としてはやはり幅が広がってくるでしょ、前倒立フォークですしね、うん、まあこうバイクをこう買ってしまうときによくこう形だけ、まあまあ当たり前なんやけど形をまず見てみんな買おうとするから、もしくはカスタムに、カスタム傾向に現れるんであれば、ベース車両はそんなにこだわらなくてもいいんですよね。ただそのカスタム、次のカスタム、思われてるカスタムの方向性、要するにもっと違う、多分皆さんほとんどこういろんなところでカスタムしたこういうカスタムバイクが好きなんやって言って持ってきはるんで、その持ってきはるものに一番、安くね、一番あのカスタムしやすい、捨てるパーツが少ない、なんかこう方法をいろいろ考えて、持っていくっていうのは僕は得だと思うし、あのいいと思います。まあ勝手なことを言ってるかもしれないんやけど、よくお店にね、あのワイドタイヤが欲しい、何が欲しい、こういうカスタムが欲しい、ユーロカスタムが欲しい、ロングフォークが欲しい、レバーガーが欲しいってよく来られるんですけど、やはり皆さん予算あって来られるんで、多分初めての方なんか特にカスタムしたバイクが、こんなに高いのってよく言われる、思われる方が多いと思うんですよ。でも本当に思いますよ、こんな時期にこんなね高額なもんですからね。だからできたら、予算立てをきっちりして、そのご予算に合わせたものをに近づける、ゆっくりとね何年かして近づけていくためには、行くこれぐらいのどういうベースがいいかから選んだ方がいいかな、なんかちょっとよく思います。本当にこういう問い合わせが多いのでそれはそう思いますね。全然ジキルアンダーハイドから違う話になっちゃったけど、ジキルアンダーハイドのマフラーの FXDRS 用のデーモンマフラーを好評発売しております。今、日本で、純正液灰に、マフラーを交換して、ユーロ4、それと JMCA の、車検、政府事前認証制度における車検が取れているマフラーはこれだけです。日本で唯一これだけが、両方とも取っているマフラーとなってますので、
ぜひともご連絡ください。一応色はこれ見えてないですけど、色黒のタイプとあとシルバーメタリックのタイプと2種類があります。僕は黒のこのカーボンが好きですけどね、そんな感じかな。これからもこう JMCA の、車検対応が取れるように頑張っていきますので、ぜひともよろしくお願いします。いつも応援、ありがとうございます。今日は、JMCA モデル、FX DRS デーモンマフラーのご紹介でした。ありがとうございます。